こんにちは。こんにちは。結成20周年メジャーデビュー15周年のアニバーサリーイヤーを迎えたパフュームの3人。今回はそんなパフュームの3人の足跡を簡単に辿ってみます。アクターズスクール広島で結成されたパフュームは、2002年もミジレベル、よりおまじないペロリ、でインディーズデビュー。広島県のイベントに多数出演。広島フラワーフェスティバル、福山バラ祭り出演など、広島限定のローカルアイドルとして活躍していた。2003年春、中学3年生になると同時に上京し、アミューズの新人女性タレント育成プロジェクト B5 の一員となり、サウンドプロデューサーにカプセルの中田康隆を迎え、2003年8月、スイートドーナツをリリース。広島時代とは全く異なるテクノポップ路線に転換する、アイドルの登竜門として知られるサンストリート亀戸でのイベントに多数出演。クラブイベント、J-POP ユニオンボル2では、幻のジューシーフレグランスを披露した。2005年9月21日、シングル、リニアモーターガールでメジャーデビュー。この時から、近未来型テクノポップユニットを名乗るようになる。2006年8月2日、ベストアルバム、パフュームコンプリートベストをリリース。2007年2月14日、ファン、サービス、スイート、リリース。2007年7月1日、ポリリズムが流れるリサイクルキャンペーン CM の放映が始まる。視聴者からの問い合わせが殺到し、全国的に名を広めることとなった。8月11日、サマーソニックに出演。大阪会場ダンスステージのオープニングアクトを務めた。9月12日、ポリリズム、リリース。12月31日、ゼップ東京にて年越しカウントダウンライブをアンマン開催。2008年1月16日、ベイビークルージング、ラブ、マカロニ、リリース。日本、レコード協会、よりゴールドディスクとして認定される。2月14日、ファンクラブ、BTA、パフューム、と、あなた、発足。4月4日、初の地上波レギュラーテレビ番組、ハッピー、スタート。2008年4月16日、アルバム、ゲーム、リリース。発売初週のオリコンアルバム週間チャート1位を獲得。パフュームファーストツアーゲームを開催。7月9日、ラブザ・ワールドを、リリース。7月21日付のオリコンシングルチャートで1位を獲得。11月6日7日、パフューム初の、日本武道館ライブを開催。11月19日、ドリームファイター、を発売。12月1日、第50回日本レコード大賞で、アルバム、ゲーム、が優秀アルバム賞を受賞。12月31日、第59回 NHK 紅白歌合戦に初出場した。2009年7月8日、サードアルバム、トライアングル、をリリース。パフュームセカンドツアー2009直角二等辺三角形ツアー、を開催。2010年3月4月、初のファンクラブ会員限定ライブハウスツアーを開催。11月3日、パフューム初の東京ドームライブを開催。東京ドームでのライブは、国内の女性グループではスピードに続いて史上2組目。2011年2月9日発売の東京ドームライブを収録した DVD。女性グループ初の4作連続オリコン連続総合1位となる。2011年10月29日、パフューム初のダンスコンテスト。パフュームダンスコンテスト見せよ、JPN、を東京品川ステラボールで開催。2012年トクマジャパンからユニバーサル J ヘのレーベル移籍を発表。パフュームの YouTube の公式チャンネルが開設された。10月11月初の海外単独ツアーとなるパフュームワールドツアーファーストを開催。パフューム初のライブビューイングを実施。2013年5月6月、初の台湾ツアーを開催。6月19日、メジャーデビュー以降の楽曲が全世界116カ国の iTunes ストアで配信。オフィシャル YouTube チャンネルで、過去のシングル曲のミュージックビデオをフルサイズで配信開始。6月20日フランスのカンヌライオンズ国際クリエイティビティフェスティバルで、サイバー部門で銀賞を受賞した。7月、海外ツアー、パフュームワールドツアーセカンドを開催。8月14日、過去のライブ DVD がブルーレイ化され、6作品を同時リリース。10月2日、フィフスアルバム、レベル3を発売。オリコンアルバム週間チャート5作連続1位、連続首位獲得数で最多タイに並んだ。10月26日、パフュームの第2回ダンスコンテストを開催。12月、初の2大ドーム、京セラドーム大阪、東京ドーム、ライブを開催。2014年2月12日、初のビデオクリップ集、パフュームクリップス、をリリース。5月14日、フィフスアルバム、レベル3、のアナログ版、をリリース。8月、9月、全国アリーナツアー、パフュームフィフスツアー2014、ぐるんぐるん、を開催。10月11月、パフュームワールドツアーサード、を開催。2015年3月10日、ライブ DVD& ブルーレイ、パフュームフィフスツアー2014、ぐるんぐるん、をリリース。DVD、ブルーレイ、首位獲得作品数、女性歴第1位となった。3月18日世界最大規模のフェスティバル、サウス、バイ、サウス、ウエスト2015、に出演。9月10月、アニバーサリー、のライブ&イベントを開催。10月31日、世界ツアーを中心に完全密着したドキュメンタリー映画、
We Are Perfume World Tour Third Document を日米同時公開。2016年2月17日、トクマジャパン時代のアルバム5作品のアナログ版をリリース。4月6日、アルバムコズミック・エクスプローラーをリリース。オリコンアルバム週間チャート1位を獲得、女性グループ歴代1位タイとなった。5月7月、全国アリーナツアー。Perfume 6 ツアー2016、コズミック・エクスプローラーを開催。8月3日、アルバムコズミック・エクスプローラーのアナログ版をリリース。8月、9月、北米ツアーを4都市5公演を開催。10月、11月、Perfume 6 ツアー2016、コズミック・エクスプローラードームエディションを。ドーム3会場、5公演、開催。2017年2月15日、23枚目のシングル、東京がある、をリリース。3月21日、オリジナル香水、Perfume of Perfume を発売。3月、4月、地上波ドラマ、初主演を務める作品、パンセ、放送。4月5日、DVD、&ブルーレイ、Perfume 6 ツアー2016、コズミックエクスプローラー、リリース。女性アーティスト部門の歴代1位記録を6作に更新。11月8日、3人が東京、ロンドン、ニューヨークを中継でつなぎ、新曲を披露。11月29日、ビデオクリップ集、Perfume Clips 2をリリース。音楽映像作品通算首位獲得作品数、アーティスト歴代単独1位となった。12月4日、アパレルライン、Perfume Closet、設立。12月31日、第68回 NHK 紅白歌合戦に、10年連続出場。女性アーティストの非同一楽曲による10年連続出場はトップタイ記録。2018年2月5月、8年ぶりのファンクラブ会員限定ライブツアーを開催。3月20日、21日、Perfume× テクノロジー、プレゼンスリフレームを開催。8月15日、アルバム、フューチャーポップをリリース。8月25日、Perfume の第4回ダンスコンテストを開催。9月12月、2年ぶりの全国アリーナツアー。Perfume セブンスツアー2018、フューチャーポップを開催。12月31日はファンクラブ PKA 会員限定のカウントダウンライブとなる。2019年2月4月アジア&北米ツアー Perfume World ツアーフォースフューチャーポップを開催。4月3日ツアー DVD& ブルーレイ Perfume 7ツアー2018フューチャーポップリリース。音楽ブルーレイディスク1位通算獲得作品数、女性アーティスト歴代単独1位。4月14日21日コーチェラバレーミュージック&アートフェスティバルに出演。9月18日、ベストアルバム、Perfume The Best P キューブドをリリース。アルバム通算1位獲得作品数、女性グループ歴代1位タイとなった。同日、アルバムとシングルの収録音源の、ストリーミングサービス配信スタート。10月16日、27日、LINE キューブ渋谷、で、リフレーム、2019、を開催。2020年2月、Perfume 初の全国4大ドームツアーを開催。数々の偉業を達成してきた、Perfume の3人。すごいですね、光り輝いています。これからも Perfume の3人は、大きな夢に向かって、チャレンジし続けてくれるでしょう。ご視聴ありがとうございました。